これは天城石にね、うん、つけて、これ天城石ってすごいでしょこれ、うん、冬マイナス何十度になってもこれ全然風化しないでそのまんまになってんだからね、うん、これ、うん、これおそらく噴火したまんまの形だよこれ、うん、それにねこれ小さい苗をつけたんだよねこれ。そしたらさ、これちょっと時間って年数経ったらこんな感じにこうなってたのさ、うん、もうこれ一本ずつね、うん、またそれなりにさこれ歴史が出てきてるから、うん、で今回はこれねもうあの大きいのはねちょっともうやめまして、なるべく小さく作って、これは極端な話今とりあえず一本ずつね、うん、抜く予定。だからこれこんなになってんだよこれ、抜けないんだよこれ、もうこういうなって石につけるとすごい元気いくなるんですよね、うん、だからかなりこれ軽石に食い込んでるよこれ、うん、これ長年ここにいたけどね引っ越しだ、ちょっとこれああ結構すごいでしょ、これもう下にね出てるけど、ちょっと、うん、なんだそれ、これは草です。はい、これこの石がねなかなか面白い石だからねと思ったんだけど、これは穴開けて植えたんでね、そうだね、うん、これはここでもってほじくり回してだって全部繋がってねえのそれ。いや、そ一本一本針金で止めたからね、うん、これ丁寧に抜いていかないと無理やり引っ張ったら木おかしくなる。根がね軽石の中にね食い込んでる、がっちりと針金で留めてあるし、うん、なおこれ根だよ、これ針金じゃねえや、これ根です、がっちり食い込んで、これこんなんなこういう状態です。ちぎれちゃったけど、うん、まあこんなもんでしょう、根っこはこういう感じに植えたらいいね、一本ずつねこれはねこれ大きい石につけたんだけど、うん、それぞれねみんなねあの独立してあれなんだよね、元気になって石前になったんだよね、うん、あまりそれぞれが独立して自己主張しだしたからね、なんかあんまり可愛くねえからね、みんなで仲良く石に植えてあったんだけど、これそれぞれ元気になって独立したでしょ、うん、そしたら面白くねえからこれ独立させてやろうかなと思ってさ、うん、もう集団で暮らすよりももう立派になったもんね、立派になったからこう一人一人独立してね、うん、鉢に鉢植えさせてやろうかなと、ちょっと仮置きしといたんだよねこれね、真冬に取ったから、これ大したねえなかなか面白い木になってたでしょ、うんうんうん、これ小さい苗を植えて針金かけて植えといたんだよ、うん、そうそう、これいいでしょ、こういう感じでしょ、うん、それから今度はこれだ、あまだちっちゃいのあったわ、これも一丁前に元気になった、これもう元気のいい証拠はね、こういう白い菌ができる、あ、なるほどね、これ梅菌でないんだよ、うん、これは五葉松のなんとかっていうキノコの元だ、キノコになる元らしいけど、貧困菌、うん、今流行りの赤い菌と違うよ、うん、これね生意気な顔してるでしょこれ、うん、ちっちゃいくせにね、こういうんだよ、から結構入ってたんだよな、いっぱいこんなんですね、あ、これはちょっと針金かけにはならんかもしれないね、こういう感じです、これは後で、あ、これも 葉がいいね、小さくて、これ五葉松ですよ、葉っぱ小さくていいでしょ、短くてこれも同じ五葉だけど
長さが違うでしょ、これね。これはミニにしては素性がすごい、うん、素晴らしくていい、うん、この中で一番これ素性いいね、うん、次どうだ。次はちょっとね、葉が長いだけに木も大きくなるのは早いんだよね。ああ、そういうことか。そういうことなんですよ。これは針金かけて、かけた穴、これこれはかけた後だ、これ今年かちょっと前にかけてあるね。なんとなく姿になってるでしょ、これね、うん、こんなのやら、それからおっとでかいのもある、これだ。止めた針金がそのまんまついてる。これちょっといいでしょ、うん、これ、うん、ね、もう模様になってる、模様になってる。これも破傷としてはいいね、うん、素晴らしい、小さいでしょ、うん、これはあれだわ、長く持っててもいいわ、大きく葉が大きくならないわ。これだけ元気いいのにこれだけ短い葉だもんね、うん、これなかなか。ちょっと枝直しすれば、うん、これもう一回針金ちょっと直してね、うん、枝もっと、これ中ちょっと固まってるでしょ、うん、これもうちょっとせっかくだから一本一本独立して見えるようにね、うん、ちょっと枝直します、はい、それでね、今日はあんまりあったかくないから引いてらねえからね、うん、こうやって置いといてね、うん、裸でもダメだ、大丈夫だから。これを今ねシャッシャッとねあれします。この五葉松はね、あの一緒にこういろんなものを植えたんだけどね、その時にね、 いわゆる破傷のいいのばっかり植えたつもりが、うん、この例えばね、これも同じ仲間なんですけど、みんなね、うん、これこうやって一緒に植えて、あの素性、いわゆる我々がいい破傷のいいやつを選んで植えたんだよね、石にね、うん、だからすごく元気よくなったんだけどね、これ元気よくなったらね、本性が出てきたね、うん、これ違うでしょ、全然長さが、ね、これ、うん、ひょっとしたら倍長いでしょ、こっちが、うん、色はねグリーンの若葉色でいいんだけど、あんま贅沢言えばこっちの葉性のがいいでしょ、これ短いの、うん、これ長いでしょ、だこれだけね違いが出てくるんですよね、うん、だけど種を落ちてすぐは分かんないんだよね。あ、そうだね、うん、やっぱりね最低ね3年か4年作ってみないとね、うん、ちょっとこの葉性の、同じのっていうのが分かんないわけね、うん、元気悪いと葉短いからね、生育不良で、うん、そういうのと違うんですよ。本当の元気いいやつでこれだから、うん、もうこれはもう同じ素性のやつ植えたつもりが、うん、こっちは本性が出てきて、うん、こんなに暴れる葉になってきたんですよね、うん、これもねこういう鉢で締めていけばだんだん短くなるけどね、うん、それにしてもねこっちはもっと短くなる、うん、なるほどね。だからねやっぱり素性っていうの大事でね、うん、だからつってこれはお前はもうダメっちゅうわけでなくて、うん、それなりにまたね養生して葉を短くだんだんなってくるはずだけどね、うん、やっぱり元の素性にかなわないんだよね、うんうん、なるほどね、まあ、そういうね五葉松でも何でもそうだけどね、うん、性質があるんですよ、うん、これは下からね針金出すんでなくてね、うん、下から出すんで、ね、上から出すわ。上から刺すんだべさ、うん、いや下から刺して上から出すね、しっかりしてるからね動かないけど、一応安全のためにね、こっちからこっちからでもいいんだけど、キュッと出してこういう感じにしてね、ここでちょっとこうやって曲げとくんですよ。そして上でちょっと曲げとく。これでもう大丈夫だからね、これね。よいしょ。
感じですね、はい、入れてきます。それでこれを今あれするか、ザルに入れて向こうで水かけるか、わーっと全体に。